ばんは。あれごめんの雨だ。こんばんは。こんにちは。夜ご飯食べてないです。皆さん食べましたか？んー、こんばんは。わらび餅。わらび餅ってどこのあれなんですかね、食べ物。京都かな。こんばんは。なんかまだ食べてないです。私も食べてないです。まだ6時ですもんね。こんばんは。埼玉のなんとか、埼玉のなんて読むんだろうこれ。こんばんは。おやつ食べ過ぎてご飯食べられない。まあいいと思います、たまには。なんかちっちゃい子はご飯だけで栄養が取れないからおやつの時間が必要だけど、中学生とかはもうご飯だけ、ご飯をいっぱい食べられるから、ご飯で栄養を取れるからおやつの時間は必要ないですよって家庭科の先生が言ってました。まあたまにはいいと思います、全然。わらび。配信終わったら食べる。本当ですか？じゃあ食べてください。バブちゃんだからおやつ必要ですか？必要じゃないですよ。食べますけど。晩飯前の菓子パン食べてるよ。そうなんだ。ご飯食べられますか？菓子パン食べちゃったら。レッスンは順調ですか？順調です。今日お綺麗ですか？ありがとうございます。三角チョコパイ、2種類も。私も昨日三角チョコパイ食べました。キャラメル食べました。いいなぁ。なんか私が買った時もなんか前に並んでた人が2種類食べてていいなぁって思いました。ちょっとそれまで食べきれる自信がなかったので1個にしましたけど、どっち食べたと思いますか？今日は何時間くらい？今日は1時間くらいかな。お菓子はチョコとグミが好きです。昨日メールにお写真ついてて、そう、昨日メールに写真入れました。久しぶりに。なんかもう全然写真入れてなくて申し訳ないです、本当。キャラメル、あ、さっきキャラメルって言ったっけ。忘れちゃった。キャラメル食べました。美味しかったです。キャラメルって今までなかったんですか？なんかいちごとかは見たことあって、いちごとホワイトチョコレートかな。あと何があったかな今まで。チョコとグミは自分の推しメンと同じだ、これは運命。キャラメルマキアート、三角チョコパイってキャラメルマキアートありましたっけ？食べたい。オグラーン、あ、オグラーンも美味しそうですね。なんか月見パイみたいな感じ、月見パイのお餅なしみたいな。キャラメル美味しかった？美味しかったです。なんか甘かったんですけど美味しかったです。なんかザクザクしてました。いちご美味しかったですよね。私もいちご美味しかったと思います。いい感じでした。編み込み、今日は編み込みじゃないです。普通におろしてます。なんか自分で編み込みできなくてやろうと思ったらこんな感じ。こんばんは。月見パイは美味しかったよ。わかります、私も月見パイ好きです。なんかこしあんかつぶあんか選べたらいいなって思ってるんですけど、皆さんはつぶあん派ですか？私はこしあんの方が好きかな。こんばんは。こんばんは。原ゆうねさんに共通点多い。あ、原ゆうねさんもグミ好きっておっしゃってましたよね。確かに年長で遠距離でなんか髪ぐちゃぐちゃ理系女子でグミが好き。確かにツインテール、似合うかな。似合ったらやりたいんですけど、私がツインテールしても大丈夫だと思いますか？粒あん画質安定してますか？ありがとうございます。あのスマホスタンドを借りてきました。こしあんしか食べ方わかります。私もこしあんが好き。あ、粒あんの方が好きな人もいるんだ。菓子パンはホットドッグとアイスコーヒー、
それはもうご飯みたいなものなんじゃないですか。お腹いっぱいになっちゃいそう。人生でツインテールしたことある？ちっちゃい頃にしたことはありますよ。でも最近はやるとしてもハーフツインかな、こうやってハーフツインとか。でもハーフツインもそんなしないですね。ツインテール大丈夫大丈夫ですかありがとうございます。しばらく聞いてるね、ありがとうございます。しばらくお付き合いください。カスタードでもか。あー確かに、たい焼きとかカスタードも美味しいですよね。わかります。ツインテールは必ずやるときなんとか見ますかな。ツインテール好きなんですか。私もツインテールしてる女の子見るの好きです。でも自分がやるのはちょっとなんか大丈夫かなって心配があって。髪長いから何でも似合いそう。確かに長いので、結構長いので、融通が利く。なんて言うんでしたっけ、こういうの、アレンジができますね。月見パイ3個買ったら中身全部アップルパイだった。かわいそう。交換しなかったんですか。お家に着いてから気づいたのかな。どうしたんですかそれ。なんかそういう時ありますよね。なんかお店に言う気にもちょっとならないし、あーみたいななりますよね。ハーフツイン、そう、アイアンテールって何ですか。初めて聞いた。なんか髪型詳しいですね。今ツインテールしてみて。今こういうことですか。ツインテールってもっと高い。あー恥ずかしい、もう今ので恥ずかしいです。神奈川チームの集合写真見たい。あれ神奈川チーム、あでも私も撮りたいです。今4人いらっしゃいますよね、多分撮りたいです。ご縁があれば。こしあんバター、あー美味しいですよね。好きなお寿司は、好きなエビとかかな、ですかねでもキュウリも好きです。そう、研究生は劇場公演っていうか、なんか基本的に研究生の間は劇場公演とかじゃなくて髪型が固定らしいです。でもなんかまあ覚えていただくためなので、まあ仕方ないのかなって思います。でもなんかそれも伝統だなって思うし、好きな先輩もずっとそうやってきたんだって思ったら、なんか引き継がせていただくのも嬉しいなって思うので、まあそんな昇格に何十年もかかることはないと思うので、はい、早く皆さんにいろんな髪型をお披露目できるように頑張りますこんばんは。キュウリの貝って何ですか。カッパみたいな個別の頭部貝とかは変えられる。あ確かに、そっか、ショールームとかもいつもと違う髪型でやられてる先輩いますよね。なんかくるみさんとかリーナさんは2つに結んでるイメージがあります。キュウリ貝っていうのがあるんだ。今の髪型が一番似合ってる。本当ですか。ありがとうございます、嬉しいです。いい意識ですね髪型が自由になった時の喜びどんな感じなんだろう。でもなんか大学行く時とかも、もうあ、なんか言っちゃった、大学生なのであんまり結んだりしないんですよね。耳かけたりとかはありますけど。あと研究は、実験は結ばないといけないので危ないから結ぶんですけど、それくらいですかね。一つ結びか、全部流すか、肩じゃない耳にかけるくらいですかね。耳かけました今どうですか、どうですかとか言っちゃった恥ずかしいおごってくれるんですか、お寿司を。なんて太っ腹な貝なんでしょうそれはみんな入りたいですね、きっと。おでこ出しとかありですか。どうなんだろう。似合うならやりたいです。似合いますかね。なんか
折れこだしとか似合うのすごいなって思って、また入江千島さんの話になっちゃうんですけど、入江千島さんとかもかき揚げというか流してると思うんですけど、すごい似合ってるから、すごいですよね。あ、確かに服のバリエーションは困ります。大学生みんなおしゃれだからすごいなって思って。デコ出し似合うと思いますか？ありがとうございます。似合うかな。じゃあいつかやってみたいです。カッパ巻きだけ、あ、そうなんだでもカッパ巻き好きです。全然カッパ巻きだけでも美味しいから、実験失敗してアフロになる可能性はなんかそんな昭和の漫画みたいな実験はしないんですよ。髪に薬品がかかることはまずないので、結んでるからないんですけど、アフロになるあれかな、美容師さんの学校とか通ってたらなんか出力間違えてアフロになっちゃったりあるんですかね。パーマかける機械のジュールとか間違えたらアフロになっちゃいそうですね。かき揚げ食べたい。え、かき揚げ、あー髪違いますよメンバーのこと詳しいですね。本当ですか？まだまだ勉強中です。おしゃれですか？ありがとうございます。そうかな。前髪にはこだわりもありますか？あんまりないんですけど、基本こういう感じですね。はい DNA 見るときに紫外線浴びすぎて日焼けしたことあります。え、体を全体日焼けしたんですか？え、 DNA 見るときって日焼けするんだ。そうなんだ、気をつけてください目とか気をつけてくださいね。光危険なので。昔から髪は長かったの？そうですね、長い時期の方が多いです。でも一回切ったんですよ、すごい短く。でもなんとなくしっくりこなくて、幼稚園の時から長いです。結構似たような髪型ですずっと、なんか落ち着いちゃいますね。皆さんもそうじゃないですか？意外とそういえば子供の時からこの髪型だなみたいなありますよね。今日のファッションのポイントは、白を基調と白を基調としてますどうですか？遊びに来たよ、ありがとうございます。こんにちは。かき揚げ昨日食べました。リアルタイムですね、そしたらはじめまして、はじめまして。ショートにしてもめちゃめちゃ似合いそうですね。ありがとうございます。ショートだった時の写真がないんですけどごめんなさい。似合うかな。なんかしっくりこなかったんですけど、多分でも見慣れてないからしっくりこなかったのもあると思うので、いつか何か機会があれば機会あるかな。でも坂本真理さんも髪切りましたよね。結構最近切りましたよね。長かった時も可愛かったです。やっと来れた、嬉しい。あ、やっと、ありがとうございます。名古屋の印象は、名古屋は結構都会で人が多くて、交通のあれが便利で、なんだろう、美味しいものが多い。白が似合う、嬉しいです。なんか全体的に白いですね壁、色紙とか。女子校と言ってたけど、小中は共学？中学校は女子校です。中高一貫なので、小学校は普通に地元の学校でした。白い服着てるイメージあります。あ、本当ですか？そう、あ、でも嬉しいです。白好きなので。15分経過しましたでも男性でも社会人で髪長くても全然いいと思いますよ。なんか襟足とか良くないですか？襟足とかいいと思いますけど、でももしなんか営業とかだと厳しいのかな。全然いいと思いますけど。天ぷらランキング1位、私大葉の天ぷらが好きです。アスパラの天ぷら、アスパラの天ぷら
味しそうですね。食べたことないです。美味しそう。白衣も似合うね。本当ですか？え、嬉しいです。なんか白衣似合うって言っていただけるの嬉しいです。ありがとうございます。うん、ツインテールさっきの一瞬似合ってましたか？ありがとうございます。そうかな。え、嬉しいです本当に。お疲れ様です。高めのツインが似合いそう。本当ですか？そうかな。いやでもそうですね、せっかくアイドルになれたから、なんか今まではやってこなかったことにも挑戦したいです。ありがとうございます。うん、似合うかな。あ、メールのお返事全部見てますよ。うん、全部見てます。なんなら見返す時もあります。結構都会、都会じゃないですか名古屋って。なんか東京、大阪、名古屋が都会な気がします。イチョウ並木を歩く姿に知性を感じます。私イチョウ並木歩いたことありましたっけ？皆さんの前で歩きました。歩きますけど、イチョウ並木似合いそうですか？ありがとうございます。こんばんは。壁紙、あ、壁紙か、色紙じゃないのか。ピオリン知ってますよ。なんかスポンジがあってババロアが入ってるやつですよね。食べたことないんですけど、なんかいつも並んでるお店だっていうイメージがあります。人気ですよね。1回くらい食べてみたいです。なんか持って帰るのが大変なんですよね。柔らかくて繊細なお菓子だから。襟足あり派なのね。あってもなくてもどっちでもいいです。特にそういうこだわりはなんか本人が好きな髪型ならいいと思います。ウルフ、あ、男性がですか？女性のウルフですか？なんか女子校だったんですけど、ウルフやってる同級生の子とか結構いました。全員似合ってて、かっこよかったです。すごいウルフいいと思います。接客業だからなかなか髪型も髪色も限られちゃう。そうですよね、接客業だとそうですよね、確かに。なんかありますよね、黒髪とか、爪切ってきてねとかありますよね。襟足長いとヤンキーになる。そんなことないですよ。横浜好きです。ありがとうございます。白衣で握手会、白衣で握手会してみたいです。似合うかな。なんか白衣、そうですね、名前、学校の名前が入っちゃってるんですけど、衣装用の白衣とかあれば。なんか今日声枯れてませんか？花粉かな。着てみたいです。ハーフツイン、そう、ハーフツインもします。ポニーテール。じゃ今度ちゃんとやってきます。なんか今こうやってわーってやるのはちょっと恥ずかしいので。お団子、お団子もあんまりやらないですけど、やってみたいです。ありがとうございます。サイドボニー、どんな髪型にしても可愛いって言ってくださいますか？優しい、ありがとうございます。神宮外苑のイチョウ並木、神宮外苑にイチョウ並木があるんですか？モバメの変身してみようかな。知ってくださったら絶対見ます。なんか本当にどんなに少なくても短くても全然大丈夫なので、覚えますから。覚えるのでぜひ。なんかちょっと女子校だとウルフにする子モテそうなイメージあります。すっごいモテてました。ウルフに、てかウルフにするからモテるんじゃなくて、モテる子がウルフです。すっごい人気でした。もう卒業するときに第一ボタンくださいみたいな。あと後輩の子が色紙を作ってきてて渡してました。
先輩みたいな、卒業おめでとうございます、ありがとうって受け取ってました。あいみょんさんみたいなウルフ、あいみょんさんもウルフに合いますよね。わかります、すっごいかっこいいと思います。神奈川は鉄道が中心で愛知は車が中心。そうなんですか。どうなんだろう。そうなのかな。でももしかしたら私もあんまりまだ詳しくないところがあるかもしれないのでちょっと勉強します。今日早口ではない、ちょっと意識してます。どうですか。プレゼントで白衣いっぱい届いちゃうかも。嬉しいですけど。そうですね、でも正直嬉しいです。いくらあっても困らないので。なんか化学の実験とかすると白衣が汚染されちゃうから持って帰らなきゃいけないんですよ毎回。だからなんか夏休み中に持って帰るの忘れちゃった先輩の白衣が置いてあったんですけど、すごい変色してて本当に汚染されちゃうんだなって思いました。なのでもし汚しちゃった時用とかにあってもいいで、でも本当にプレゼントとか全然気持ちだけで本当にありがとうございます。本当に声枯れてない、ありがとうございます。花粉症ちょっとありますね。花粉症、皆さんも花粉症ありますか。今は秋なのであると思うんですけど、水分とってね、ありがとうございます。横浜の女の歌横浜の女の歌あれですよね、横浜のあの子好きになっちゃったのでしたっけ。なんか愛知のグループなのに横浜の曲があるのなんか嬉しいですよね。あなたのハートを溶かしちゃうぞ。サイドポニーが似たい、サイドポニー似合いそうですか。ありがとうございます。素敵なドレス、ドレスも着たいですね。嬉しい、なんかなんか見たいって言ってくださるのすごい嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ私もなんか皆さんにリクエストしたい。なんだろう、なんだろう、リクエストなんか、なんだろう、なんかこれを身につけてきてほしいですとかなんか言っちゃおうかな。返信頑張ろう、いや頑張らなくても全然大丈夫なんですけど、ただくださったら嬉しいですっていうので、でもなんかそれが負担になるのはちょっと嫌なので、本当に気が向いた時にしてくださったら嬉しいです。でもなんていうかなくても見てくださるだけで嬉しいですし、本当に背負いすぎないでください。全然、そう朝からモバメしました、届きましたか。ありがとうございます。長文は返信届かないんですか。そうなんだ。でも長文でくださる方も結構いるんですけど、届いてるので、届かないのかな、大丈夫だと思うんですけど。そう、白衣に学校の名前入ってます。なんとかユニバーシティって入ってて、あとなんか自分の名前のバッジじゃないんですけど名札みたいなのつけて、なんとか学科高村沙耶みたいなつけてます。ショートカットしたことありますよ。結構な短くなっちゃいました。これくらいかな、顎くらい。なんかヘアドネーションしたんですよ一回、それでなんか思ったより短くなりました。自転車乗れるんですけど、でももうしばらく乗ってなくて、乗れるのかな、久しぶりに乗ったらちょっとダメかもしれないです。で、自転車日常的に乗る方いらっしゃいますか、サイクリングが趣味の方とか。今日の喋り方も好き、ありがとうございます、嬉しい。白衣っておいくらくらいだろう。いくらだったかな、3000円、3500円とかだった気がします。もうちょっとするかも、いや3000円はした気がするんですけど、2000円だったかな、いや5000円はしないです、でもそれくらい。
あ、結婚式場で出席してる女性のようなゴージャスなドレスを着てほしい。なんか結婚式行ったことなくて、なんか私ちょっと自分語りごめんなさいなんですけど、親戚の中で一番年下なんですよ。母方も父方もどっちも年下なんですけど、なんかまだ誰も結婚してなくて、あ、待って、こういうこと言っちゃダメですか？あ、まあいいかごめんなさい。で、なんか友人が結婚するとか、なんだろう、お世話になった先生が結婚したから呼ばれたみたいなのもなくって、一回も結婚式行ったことないので、なんかおめでたい席に私も出席してみたくて、結婚式出席したことある人本当に羨ましいです。なんか感想あったら聞かせてください。あ、白衣は夏休みに持って帰るの忘れちゃった先輩の白衣は全体的に変色してました。なんか溶水液に浸したみたいな色で、なんか黄色と茶色の間みたいな、ちょっと自分は気をつけようって思いました。ツインテールしてくださいとかは勘弁してね皆さんがですかいや、もし女性のファンの方がいらっしゃったらしてほしいですけど、まあ男性はちょっと抵抗ありますもんね。なかなか全然可愛いと思いますけど、スーツで着てもらう、あーでもスーツかっこいいと思います。皆さんはでもお休みの日はスーツ着たくないよって思いますか？やっぱり普段着てる方も多いと思いますので、なんだろう、リラックスできる服がいいですね、お休みの日は。昔勤めてた某学習塾はなぜか講師が白衣を着る決まりになっていた。理系でもないのに。なんでだろう、国語を教えながら白衣を着るんですか？なかなかいかついですねそうなんだ。メール全部届いてますよ、もちろん。でも全部じゃないのかな、どうなんだろう。多分アプリでも、どっちでもメール届くと思います。大学生協で売ってる白衣も大学名入りなの？大学名入ってます。なんとかユニバーシティって入ってます。でも握手会でコスプレは着なくていいよって言ってくださってる方がいるんですけど、そうですね、コスプレでも需要ありますかねなんか野村美桜さんとかすごいコスプレお似合いなイメージがあるんですけど、私もそうですね、しばらくはトーク会まだ参加させていただく、なんていうか予定がわからないんですけど、そうですね、あんまりまだ予定はないんですけど、コスプレ、コスプレなんだろう、なんか自然なコスプレとかやりたいです。なんだろう、コスプレ自然な、自転車通勤してるよ。すごい健康的ですね、通勤で毎日。すごい自転車。そうですね、確かに19歳だから周りの子も結婚式参加したことない子多いかもしれないです。やっぱり皆さんは多いですか、大人になると結婚式。本当に1回くらい行ってみたくて、なんか幸せなムードに包まれてみたいですトーク会のドレスコードは白衣。あ、皆さんがですか？いやー、皆さんはもう楽な服装で着てください。全然抵抗しかないですツインテールですか？結婚式重なるとご祝儀が、確かにそうですよね。まあなんかお祝い事なのであれですけど、そうですね、ちょっと痛いですね、お財布が。わかります。仕事終わりに握手とか行くからスーツで握手会行くこと結構ある。あ、そうなんですね。じゃあレアじゃないですか、仕事終わりの見れるんだ。すごい、なんかなんか働いてる大人って感じですね。昨日の写真でいいのでもう一回お願いします。あ、写真ですか、モバメですか？でもせっかくなので違う写真にしようかな。握手会は次のシングルから。あ、そうなんですね。
シングル次いつなんですかね。うーん、最近は式なし、親族だけも多くなった。あー確かに、お葬式とかもなんか家族だけでこじんまり、こじんまりというか、うん、ゆっくり 見送ろうみたいなありますもんね。こんばんは、今日も星座配信ですか。星座配信の方がいいですか。普通に座っちゃってました、ごめんなさい。星座した方がいいですか。コスプレ衣装は持ってなくて、清楚なゾンビ清楚なゾンビ。白って千と千尋の白ですか。似合うかな。でも白の服めっちゃかっこいいですよね。ひらひらってしててそうですね、ジブリだとどの服着たいかな。なんかアリエッティの服も可愛いですよね、赤いワンピースみたいな。あとなんだろう、ジブリで好きな、なんかちっちゃい頃になんか幼稚園でお母さんたちがやってる出し物みたいな劇があったんですけど、それにトトロのメイちゃん役で出ましたメイちゃんの服着たことあります。疲れないようにね、くつろいでください。なんでそんな優しいんですかもう戸惑っちゃいますなんか皆さんの優しさを全部集めたら世界が救えそうですね。仕事のついでに握手会行ったので交通費出してもらえたことあるかな。すごい、おお得ですね生誕ティー、いつも生誕ティーとかなのにスーツで行ったらメンバー受けいいらしい、知らんけど。でもスーツかっこいいと思います。なかなか、見ることないですもんね、アイドルとかしてると。全然受けいいと思いますぜひ。どうですか、巫女さんとか。巫女さん似合いますかね。嬉しいです、着てみたいです。なんかかっこよくないですか、園田海ちゃんとかが着てる感じの巫女さんの衣装。園田海ちゃんは違う、東条のぞみちゃんとかが着てる感じの巫女さんの服。天使のコスプレ似合いますかね。似合うかな天使に なれますかね。タニーさんはかしてた。何をしてたんだろう、かかしかな。タニーマリコさんがかかしのコスプレしてたんですか。清楚なパンダ、目悪くもないもんっていうの。なんか一曲歌ったんですけど、歌ったっていうか私は歌ってなくて、ちょっとこうやって戻ってただけなんですけど、セリフはなかった気がします、多分。多分なかった気がします。遠く会緊張して心拍数200くらいになりそう。そんな危ないので高血圧に気をつけてください。いやでも絶対私の方が緊張します、もうお互い緊張しちゃいますね。ジブリパーク、そうジブリパーク行きたいんですよ。ジブリパークって名古屋から遠いですかね、行ってみたくて。長久手市っていうところにあるんですか。行ってみたいです。誰か一緒に行ってくれないかなリラックスして配信していいよ、ありがとうございます。でも皆さんもぜひリラックスしてご覧ください。オーディションの課題曲、多分なんか来週から、来週から未完全 TV が12期生の密着をしてくださるんでしたっけ、なので多分流れると思うのでお楽しみにでも課題曲くらい言っていいですよね、多分いいのかな。いいのかな、ダメかなここのみんなで行こう。みんなで、じゃあ手つないで行きましょうバスツアーみたいな楽しそう。こんばんは。ジブリパークの内覧会に SKE メンバー招待されて何人か行ってたね。いいな。じゃああれですか、
試写会みたいな感じなんですかね、内覧会って。楽しそう。あー、すごいいいな。連れてってほしいです。初めての握手会、お互いあって感じで握手終わりそうなので頑張って自分から喋ります。ありがとうございます。確かに私も人見知りなので結構、でも頑張ります。本当にあの目頑張って合わせます。私も頑張って喋るように。でもああいう時ってやっぱりあの皆さんのお話聞いた方がいいですよね、多分。でも喋ることあの決まってなくても、あの全然私皆さんと喋りたいこといっぱいあるから、そんなあのゆっくりゆっくりゆるく小声なら言っていいらしいですよ。本当ですか。車で移動するから待て。あ、じゃあしばらくあのよそ見しないでくださいね。しばらくラジオで聞いてくださるのかな、もしかして。みやみちゃんは歌ってた。そうですね、みやみちゃんがメラ歌ってる映像はもう見えました、私も。上手だったな、すごい堂々としてて。みやみちゃん頑張ってましたね。楽しみにしてます。ジブリパーク行ったことない、私もです。東京ドーム5個分とか行ってたから山だよ。一日で回りきれますかね。すごい楽しそう、いいな。握手会見つめ合うだけでもいいよ。頑張って喋ります。人見知りの握手会。皆さんって人見知りですか。私は人見知りです、結構かなり。とってもこの前ジブリ行きたい娘さんが月のチケット月のチケット取るとかなんとか言ってたから、まだすぐには入れんかも。月のチケット、そうなんだ。じゃあまだ先のお楽しみですね。早口だからいっぱいお話できそうで有利かも。そうだと思います。あの聞き取れればですが、はい、頑張って聞き取りやすいように早口で、だから何ターンもできますね。こんにちは。名前なんですか。よろしくお願いします。話しかけてくれたら合わせるよ。優しい、ありがとうございます。見つめ合うと推しになりそう。本当ですか。じゃあ頑張ります。とりあえず握手会で名前名乗ってあの人ねってなれるくらいコメントします。わかりました。全然多分あの3回くらい来てくださったら覚えると思うんですけど、あれですね、でもなんか暗記科目もそうなんですけど、声に出すと覚えやすいじゃないですか。あとあの手で書いたり、でもショールームまだ名前呼びが禁止らしいので読みたいんですけど。本当は読んだらもっと覚えられるんですけど。釣ってくださいってたくさん言われると思います。釣れるかな。釣れますかね。あ、まだこれから作るらしい。あ、じゃあまだあのエリアが増えるんですかね、ジブリパーク。すごい楽しそうですね。なんか名古屋のなんていうか顔となるような、すごいみんなが楽しめる場所になりそうですね。3月のチケット、あ、そうなんですね。3月だと結構先ですね。そうなんだ、もっと早く行けるものだと思ってました。じゃあ私とかが今から予約したらもっとかかるってことですもんね。そうなんだ。でも3月だったら春休みなので、すごい楽しみじゃないですか。こんな目に見つめてもいいかな。全然いいですよ。目と目で話しましょう。わかりました。じゃあ、あの心に呼びかけます。タン推しです。本当ですか。ありがとうございます。タン推し、私が誰かのタン推し、そんな日が来るなんて。嬉しいです。ジブリパークでライブしてほしい。世界観合いますかね。じゃあもののけ姫とか歌います。張り詰めたって。スケイの曲でなんかジブリに合いそうなのあるかな。
でも SKE もあのなんかいろんな曲ありますもんね、きっと合う曲があるはずです。はい、ジブリパークでライブできるかわからないですけど、うちは作っとこ、本当ですか、ありがとうございます。なんかそうやってなんか会ってない時間になんか自分のこと考えて作業とかしてくださるのもすごい嬉しいですね。テーマパークとかよく行ってましたか、千葉のネズミの国とか。あ、ちゃんとネズミの国を千葉って分かってくださって嬉しいです東京、あ、いつもね、あの東京なんとかなんとかって言いますもんね。千葉のネズミの国はそんなに行ったことがなくて、そうですね、家族で何回か行って、中学受験の時のなんか夏季合宿みたいなので、なんか夏季講習を頑張ったご褒美として最終日くらいにあるんですよ。それで行って、はい、で、あとは中学校と高校の友達とは中1の時に多分1回行って、高3で行きました。はい、あんまり行ったことないで、多分10回も行ったことないと思います、どっちも合わせても、あの国と海の方もしあのディズニー、あのネズミの国行ったことない方っていらっしゃいますか。名古屋とかの方だともしかしたらない方もいるのかなって思って、あの私があの USJ とか行ったことないように、ユニバーちょっと遠いけど、ユニバーも行ったことないんですよね、行ってみたいです。今ゾンビやってますよね。あだ名は普段から呼ばれる名前、普段はそうですね、大学の人とかには高村さんとか呼ばれてて、あの女の子はさやちゃんとか呼んでくれる子もいて、さやって呼んでくれる子も一人います。はいそうですね、中学校と高校は高村さんかさやちゃんかさやですねはい、高村さんです。あ、固定コメント、そうですね、固定コメント変えたいです。そうだ、固定コメント変えたい、ディズあのディスティニーですディスティニーランドあ、つまんない、どうしよう、つまんないこと言っちゃった来週そのネズミの国に行く予定です。いいな、楽しんできてください。どっちですか、もし、あのもし差し当たりなければ。なんか乗り物が好きな方だったら海で、パレードとかご飯とか、なんだろう、ゆったり楽しみたい方だったら国っていうイメージがあります。夢の国って言うといいと思うよ。あ、夢の国ありがとうございます。なんとかはあるけど、ユニバは行ったことない。なんとかどこに行ったことあるんだろう、夢の国かな。フォローしました、ありがとうございます。高村さん、間違いなく高村さん、いますよ、あのさやちゃんって呼んでくれる子もいるんですけど、そうですね、ほとんど高村さんですね。多分名前知らない人も多いと思います、あんまり喋らないのでリスって言ったんですよね、リズ、なんて言ってないですよね。そうです、フォローありがとうございます。さややんは呼ばれたことないですね。高村さん、はい、あだ名、あだ名は、あだ名は、あ、でもサータンとかありました。はい、今はサータンは鈴木サラちゃんのイメージしかないんですけど、一時期ありました。あとなんだろう、さや、さっちゃんもあったかな。はじめまして、はじめまして、なんとかなんとかの高村さんでアニメありそうさやりん、さやや、あ、さやや、あの私名前の由来が松浦あやさんっていう方から来てて、なので松浦あやさんってあややっていう
あの素敵なニックネームで呼ばれてると思うんですけど、だからさややもあのそうですね、呼ばれたら嬉しいです。松浦あやさんが由来です。たかちゃん、たかちゃん可愛いですね。ウィンクして。さやちゃんに会えたのはディスティニーです。めー素敵。やだ、なんかロマンチックですね。ありがとうございます。ジェットコースターはそうですね、とんでもないのは乗れないんですけど、友達とかと言ってたら頑張ります。はい、でもちょっと無理かもって思ったら、4人くらいで行ってたら別れるか、多分4人で行ったら1人くらい私の他にもいるじゃないですか、乗れない子待ってたり、あとなんだろう、列の途中まで並んでちょっと無理かもって思ったら抜けたりとかですかね。無理しなくてもイフちゃんイコールさやちゃんが定着するかな、もう定着したかな。そうですね、私もなんかイフちゃんって今なんか聞くとドキッてします。なんか自分のことかなみたいな。はい、イフちゃん呼びもすごい素敵な大切な思い出なので、元祖サータンと本家サータンで区別しようか。いやでもサータンはさすがに鈴木サラちゃんだけの特権がいいので。サヤネームなかった。なんか最近柿本玲奈ちゃんがなんか10回に1回くらいサヤネーって呼んできて嬉しいんですけど、サヤネーさんがいらっしゃるから私でいいのかっていう。サヤッピ、サヤヤヤン、サヤヤン、サヤ、サヤヤヤ、サヤヤサヤヤありがとうございます。サヤヤを呼びで、プロフィールではニックネームさやにしちゃったんですけど、そうですね、さややって呼んでくださっても全然嬉しいです。ありがとうございます。そう、アイドルから来てる名前は松浦彩さんなんです。めっちゃホーリーで。あ、お母さんがつけてくれました、松浦彩さんの由来の名前は。コスモワールド、さやを呼びやすい、本当ですか、ありがとうございます。さやってアイドルいたかなって思ったら松浦彩さんだった。そう、松浦彩さんです。矢の部分が取ってて、彩さんの彩に S がついた感じですかね。さややちゃん、桃色の片思いすごい聞きます。桃色の片思いしてますやん。桃色の片思い素敵な曲ですよね。なんか自分の名前の由来っていうのもあるんですけど、松浦彩さんすごいアーティストさんとしても大好きで、好きなアーティストさんはちゃんみなさんと松浦彩さんなんですけど、はい、どっちもすごく好きです、っていう話をレッスンの先生にしたら、好きなアーティストさんはちゃんみなさんと松浦彩さんですってしたら、全然系統が違うねって言われました。いろんな音楽聴くので。はい、高村さん。あ、山本さやかさんも山本さやかさんも最年長なんですね。そうなんだ、嬉しいです。なんか共通点があって、サラちゃんはサラボンって呼ばれてるよ。サラちゃんはサータンじゃないんですか。サータンって呼んであげてください。ささやかさやや。早口言葉みたいですね。赤坂サカス、ささやかさやかみたいな。さややって呼びますね。嬉しいです、ありがとうございます。かきれなにはなやんいおふ SKE48 って言い返し。ニックネーム追加、おお、ニックネーム多分追加できるのかな、多分できないと思うんですけど、さややも考えたんですよ、ニックネーム考えるときに。でもなんか真似してるみたいになっちゃったら良くないのかなって思って、さやや、私の場合さややにすると本当に松浦彩さんから来てることになるので、なんかさやや呼び大好きなんですけど、でもなんか真似事になっちゃわないかなって思って保留にしてました。今はさやってしてます。春の愛さん、松浦彩さんのモノマネしてましたよね。
あの桃色のカット、あ、めっちゃホリデーのモノマネとかしてましたよね。ラップやって、私がですか？ね、私がラップでもあのすごい好きなので、ラッパーすごい聞きます。あのラップ挑戦してみたいんですよ。なんかあのラップの曲をカラオケで歌うことはたくさんあるんですけど、自分でラップ作りに挑戦したことはないので、なんか韻踏んだりなんかリズムを合わせるのがちょっと難しいなって思って、今は未経験なんですけど、はい、挑戦してみたいです、ラップ。皆さんラップ好きですか？松浦彩さんの旦那さんがイケメンすぎて。そうなんですか？松浦彩さん、え、旦那さんのお顔出てるんですか？でも、もう本当に松浦彩さんももうとんでもない美人さんだから、素敵なご夫婦ですよね。なんか最近 CM 出てたりしてらっしゃって、なんか見られてすごい嬉しいです。はい、なんか自分のペースで全然いいと思うんですけど、なんか活動が少しずつしてくださったら嬉しいなって思って、なんかもう本当に大好きなので、昔の映像とかもう全部見ちゃった、うん、それは嘘でもなんか最近のなんかテレビとかにも、もし無理がなかったら出てくださったら嬉しいなって思って。サランラップ好き俳句好き、そうですね、私日本語大好きなので、ラップもしてみたいです。ラップ本当にしてみたいです。あややのモノマネわかる年、え、わかりますよリアルタイムでは見たことないんですけど、そうですね、松浦あやさんすごい好きで動画たくさん見漁ってたので、はい、春菜愛さんのモノマネも拝見したことがあります。え、カルマさんと SKE はよく仕事してる。嬉しいです。そうなんだ。いや、でもカルマさんとかレベルめちゃくちゃ高いですよね、ラッパーさんの。うわ、まだ早いです多分100年早いんですけど、はい、いつかラップの腕を磨いたら。ラップの曲って何歌うのかめっちゃ気になる。そうですね、ちゃんみなさんとかですかね。うん、美人とか歌います。さやさんの名前を変換で出すときは、うちの石川と高野選手かな、矢を引き抜いてるよ。あー、ほんとだ、矢が同じですね。なんて打ったら出やすいんですかね。卑弥呼の実とかも同じ矢なんですけど、矢ってすぐ出てきたらいいんですけど、なんかでも佐の字もあんまり出てこない字だと思うので、一番最初にさやって言ってあの漢字出てこないですよね。本当ご速度をおかけしますレンジで温めるときは必ず使います。何をですか？あ、ラップですかサータン怒っちゃいますよいやでも私がサータンの代わりに怒ります。サータンは多分優しいから怒れないと思うので。 SKE の楽曲はラップっぽい部分が結構あると思う。あ、確かになんかノリノリですよね。さやちゃんの次回2分半はラップでお願いします。じゃあ頑張って考えてきますね。見てくださいますか？弥生、あ、確かに弥生って打って生まれるっていう字を消すのが一番早いかもしれないですね。ラップが入ってる曲ある。そうなんですか？歌ってみたいです。すぐ出てくるように高村さやと打ち続けました。嬉しいです。じゃあもうスマホに私の存在が刻まれてるってことですか？すごい嬉しいです辞書登録、辞書登録なんかできるんですか？ユーザー辞書登録、嬉しい、ありがとうございます。そんな、ありがとうございます。さだけでさやを出てくるようになった。あ、じゃあそれくらいたくさん打ってくださってるってことなんですかね。ありがとうございますありがとうございます。なんか嬉しすぎてバンドしちゃいましたさえちゃん、高村さえちゃんのお名前は辞書登録したのでバッチリです。ありがとうございます。立って打ってもさっと打っても出ます。すごい、もうマスターですね。高村さえマスターですね。さや PC の変換候補にはあった。そうなんだ。じゃあ意外といるんですかね。ありがとうございます。でも確かに私も学校でレポート書くときとかパソコン使うんですけど、さやって打って
うん、そうですね、何番目かには出てきた記憶があります。ちょっとバウンドしちゃいました。スチャダスチャラスチャスチャダラバーが参加した時の曲のラップを担当してほしいです。やりたいですラップ。なんか早くラップやりたいです。今は歌とダンスを頑張ってるんですけど、そうですね、もうちょっと自信がついてきたらパフォーマンスにラップとか新しいことにも挑戦したいですね。うん、なんだろう、なんか、うん、多分無理だと思うんですけど、ブレイクダンスとか。どうですか、ブレイクダンスできるかな私。怒り顔、さやいラップ、なんかサランラップみたいな。こんばんは、猫の尻尾がピンと立ってるようにって K2 の曲、あ、K2 の曲なんですね。ありがとうございます、聞きます。さやってメニューに入力したらさやわらって変換候補が出た。なんでだろう、私なんか面白いことやったのかなその時。なんか楽しい人っていう印象で覚えてくださってるんですかね。嬉しいです、なんか平和じゃないですか。即興ラップ、即興ラップ、でも、ちょっと、修行してきます。すいません、お答えできず。ブレイクダンス、ブレイクダンス、くるくる回るやつ、ブレイクダンスできなそうな顔、そうですか。できなそうな顔かな。じゃあ、そうですね、ギャップを作れるように頑張ります。公演客に勝手にラップ入れちゃダメだよ。わかりました、じゃあテンション上がって勝手なことしないように、暴走しないように頑張りますね。フリースタイルラップ対決を、ラップ他に得意な方いらっしゃいますか。ラップ対決ってことは相手がいないとできないから、誰か私とラップやってくださる方いたら募集中です。私もできないですけど、まだラップしたいとか俳句言えるとか先が楽しみ。そうですね、日本語好きなので、そうですね、ラップ、私英語がほんのちょっとできるんですよ。で、英語のパートとかもあっても楽しいと思いますし、あと今は大学の授業で韓国語を履修させていただいてるので、韓国のパートとかあっても楽しいですね。アンニョンハシニッカ、ブレイクダンス想像できない、私もできないです。自分ができしてるところ想像できないです。そろそろ1時間経過するけど、本当だ、早いですね。まだやってもいいですか。お付き合いしていただけますか。人生で同じ感じのさやさん出会ったことありますか。同じ感じのさやさん多分ないです。あやちゃんとかはありますけど、矢の字が同じな子が、でもさやはないですね。あとさやちゃん自体にもあんまり会ったことがなくて、大体みんな多いのはさやかちゃんとかなので、さやかちゃんが多いですね。さやは1回だけ会ったことあるんですけど、それだけです。原ゆうねさんとお話ししたことあります、すごい優しかったです、もうすごい優しかったです。なんか、緊張するって言ってくださって、15周年コンサートの劇場公演の時に、その前にもお話ししたことあるんですけど、で、なんかまだ自分がステージに立つっていうのがなんか分からなくてとか言ってたら、なんか当時緊張してましたかって聞いたら、最初の頃は緊張してたよって教えてくださって、すごい優しかったです。なんか、俳句ラップとブレイクダンスが楽しみですね。あ、ムーンウォークもなんかマスターできたらかっこいいですもんね。ムーンウォークができるコツの動画みたいなのがあって、ちょっと見たことあるんですけど、あれとかやってマスターしてみたいです。ムーンウォークみんなでやりましょう、アウってやりましょう。ラップの韻を考えるの好きそうなイメージ、でも確かに韻が踏んでたらなんか気持ちいいですよね。韻踏んでみたいです。
なんかすごいあの韻踏んでるラップの曲とか聞くと、もう、気持ちいいってなるので韻踏んでみたいです。自分も誰かにあのうわー素敵ってさせて思っていただきたいです。女子大理系マウントラップ記号とか出してやってみたいです。なんかかっこいいですね。新しいですね。作詞したらいいと思う。作詞の才能開花できますかね。なんか12期生とか、あとメンバーさん全員で作詞して、あのなんか思い出の曲とか作っても楽しそうですよね。絶対思い出に残るし、やってみたいな。なんかみんなで作った曲ってきっと、心も一つになると思うし。篠原涼子さんラップできたような、涼子さんですか、京香さんじゃなくて涼子さんですか。そうなんだ、あのこの野郎の人ですかあのこの野郎っていう人ですか。時間守らない人、あーごめんなさい、2時間でやめるって言ったのに本当にすいません。本当にあのでも厳しい方はまたお話ししましょう。だってなんか楽しくなっちゃったからダメですかなんか楽しくなっちゃいました。井上ルカさんラップ得意、そうなんですか。得意ってことになってる得意ってことにさせられちゃったのかな。じゃあ一緒にラップお勉強したいです。ゆうねさん優しいよね、本当にそう思います。今来たところだから延長あってよかった。あ、よかったです。じゃあお話ししましょう。ゆうねさんめちゃくちゃ顔小さかったです。もう本当に小顔でスタイルが抜群で、多分あの身長はすごいあの小柄な方だと思うんですけど、152センチですよね。なんですけど顔が小さいのですごいスタイルがよく見えるっていうか、スタイルがよくって、はい、なんか造形美でした。造形美ですはらちゃんは緊張しなさそう。緊張したよって言ってたんですけど、でもあれかな、もしかしたらあの私でも緊張してしたから大丈夫だよっていう意図で言ってくださったのかもしれないですね。ゆうねちゃんが先輩してるって感動してる。確かに私もあの未完全 TV とかで11期生の先輩のあの研究生の密着とかすごい見てたので、はい、自分の先輩ながら11期生が先輩ってちょっと思いますファンとしてちょっとというか結構思って、しかもその11期生の初めての後輩に自分たちがなれたっていうのが嬉しいですね。光栄です仲良くしてくださると嬉しいです。高村アップ高村アップいいですね。なんかかっこいいです。恋落ちフラグ覚えてみて。覚えたいです。インをイン俳句もインを踏むことあるよね。あ、そうなんですか。そうなんだ。確かにあのできたらなんかスッと耳に入っていいですよね。私はちょっとあんまり考えないで俳句を作ったことしかないんですけど。ダメなわけないやん。みなさん優しすぎませんか。すいません、ありがとうございます。お時間頂戴いたします。楽しくなっちゃったなら、そうですよね、仕方ないですよね高速で動いてるからまだ1時間経ってないです。あ、本当ですか。じゃあまだ取り残されてる時間が何ですかね。造形美、そう、原ゆねさんは造形美です。前も最初は緊張してたよ。本当ですか。ライブ会場、あ、でも分かります。ライブ始まる前ってなんかドキドキしますよね。昔もライブはアンコールもお客さんが熱くて予定アンコールに追加の連続だったよ。じゃあメンバーさんも歌うと思ってなかった曲をあの急に歌うってことなんですかね。すごいですね。でもなんか楽しそうですみんなで作るライブって感じしますね密着見てました。オーディションの時とかになんかモチベーション上げようと思って、見てました。なんかこんな風にレッスン私も受かったらできるのかなとか、
ハイクオリティな俳句あ、ハイクオリティな俳句インフネマスじゃないですかえ、すごい、私よりラップが得意なのでは、もしかして。え、すごいユーニさんとのツーショット撮りたいです。そんないいんですかね。19時から配信始めたからまだ6分しか経ってないね1時間もなかったことにありがとうございます。アイドルではなくアーティストさんのライブのアンコールだよ。あ、もしかして一人でやってるアーティストさんのアンコールとかなんですかね。でもスタッフさんもバタバタしそうですね。なんか、あ、あの曲歌うんだ、急げ急げみたいな。でも楽しそうです。すごくシンガーソングライターさんとかだったら急に歌うのもあれですかね、慣れっこなんですかね、もしかして。I like 俳句、おーすごい続々と俳句に挑戦する方が。いや、じゃあ私も負けてられないですねうん、お勉強頑張ります。そう、未完全で青海さんのオーディションで人生が変わるって言葉に、貼ってきて、それは聞いたのはオーディションに応募してからだったんですけど、変えたいなって思いました。あ、鳥肌が鳥肌が立ってきた。ラッパーへの道プリマステラはアンコールで勝手に1曲追加してたよ。いいな。なんかそういうなんかサプライズというかハプニングじゃないですけど、なんかウキウキしますよね。予定になかったものって、なんかわーってなりますよねありがとう、ウリゴ糖、グラニュー糖あと他にあるかな、三王糖、天才糖、DJ テーブル持ってますか。あ、これですか。持ってないですえ、買った方がいいんですかね。トゥクトゥクトゥクってやつですよねえ、ラップをやるときって DJ もやらなきゃいけないんですか。 DJ さんとラップ、あ、でも私PA さんになりたかったので、なりたかった時期があったので、そうですね、ああいう機材も使えるようになりたいなって思ってました。持ってないんですけど、ラッパ吹ける12期生おったよな。え、そうなんですか。誰だろう、ラッパ吹けそうな子。ラッパっぽい子誰だろう。気がついたらラッパーになってたりして。でもアイドルもやらせてくださいやりたいです、どっちもやりたいです、ラップも。まあ今はちょっとレッスン第一ですよね、さすがに。まだその自分が何をしたいかとかは早いと思うので、今は基礎のレッスンとかで早く、皆さんに大丈夫なパフォーマンスをお届けできるように頑張りたいです。ラップはそれからだと思います、多分。配給の配給をお願いしますSKE48 はハプニングで曲が止まっても踊る先輩たちがいてだな。すごい、プロ意識がすごいですね。私だったら絶対慌てちゃいそうなので、でも先輩にそういう方がいらっしゃると自分もしっかりしようってなるので、なんかそういう素敵な背中で見せてくれる先輩って素晴らしいと思います。みんなのユートピア、ミラノフードリア昔はお客さんが熱くてスタッフさんにアーティストがアンコールの追加に頭をなんとかしてた。ラッパっぽい子は違くない今日も踊ってましたか。今日踊ってこんな感じですかいつかコンサートでお披露目してほしい。ラップですか。やりたいです。あ、自作ラップとか、ありますかね、お披露目させていただく機会。じゃあ考えとかなきゃ、ちゃんとしたクオリティのを考えとかなきゃ。じゃあ皆さんで作戦会議しましょう。ラップの見た目清楚なのに、ラップとかブレイクダンスとかギャップだね。ラップもブレイクダンスもまだできないんですけど、ただ希望としてやりたいっていう憧れがあります。はい、できたらかっこいいと思います12期ライブ行きたいです。私も12期ライブやりたいです。来てくださりますか、もしあったら。考え方がすげえ大人すげえ大人ですか。レッスンでこの子すごいなって思う同期はいる。いや、みんなすごいと思います、本当に。そうですね、本当にみんな堂々としてて、
なんかすごいので、うん、私も早く自信をつけたいですし、でも自信が元からある人って多分いなくて、うん、自信は後からついてくるものだと思うので、努力した上で自信は勝手についてくるものだと思うので、うん、まずは頑張って自信をつけられる、自分のことを好きな自分になれるようにレッスンを頑張りたいです。公園で会えたら嬉し泣きするかもしれない。じゃあ私も泣いちゃいます。泣かないで、うん、泣いたら見えなくなっちゃいますよ。こんばんは。頭を下げてた。お疲れ様です。お疲れ様です。マリンさんとサーヤさんは競合が多いので、ゆうねさんもオスが個人的におすすめ。あー、お二人が人気だからですか。ゆうねさんも人気じゃないですか。もう誰を押せばいいのか。でも本当に皆さん好きです。自作ラップに意欲的、頼もしいです。人の曲のカバーももちろんさせていただきたいんですけど、カラオケとかで歌うの好きなので、ちゃんみなさんとか、ちゃんみなさんとか、ちゃんみなさんとか。でも自分のラップもできたらかっこいいですよね。あのオリジナリティがあって、なんかそうですね、やらせていただきたいです。いつか機会があれば。何年後になるか分かりませんが、さやちゃんがジョイマン高木みたいな踊りを踊った、ヒュイゴーかも、ヒュイゴーかも。リズム感あるのいいね。 ありますか。ありがとうございます。どこでそう思ってくださったんだろう。ありがとうございます。踊りラップでおたげはこういうことですか。おたげってどんな感じでしたっけ。なこうですか。ラップの韻を踏むとダジャレは違うよね。そうですね、似てるようで違うのかなって思います。でもそうですね、どうなんだろう、まあ違うとは思うんですけど、ダジャレが好きな方はラップの才能もあると思います。個人的に12期アイドル、12期ライブあったら絶対行くよ。本当ですか。争奪戦に勝ち抜きます。争奪戦になりますかね。でもいろんな方が来たいって思ってくださったらすごい嬉しいです。次回シングルのカップリングで12期生の曲もらえるといいね。そんなあるんですかね、曲とか。でもあの12期生の先輩のニューエイジアみたいな感じですかね。やりたいですけどどうなんだろう、まだ何も聞かされてなくて。次のシングルもいつになるんですかね。気長に待ちます。コールが大きすぎて怒られたことがある。そうなんですか。でもどうなんだろう、私は嬉しいですけど。そうですね、もしかしたらスタッフさんの指示が通らなくなっちゃうとか、そういうことなのかな。でも愛があっていいと思います。すごく見返り美人の見返りステンメン、ステンメン、ステンテン、スメンテン。過信じゃない自信をつけたいよね。すごいいいこと言ってくださってる。それ私が言ったってことにしても。でもすごい過信じゃない自信、そう思います。小さな成功体験の積み重ねが自信につながる。確かに最初から自信がある方なんていませんもんね。みんな努力してやっと自信がついて今の自分になってるのかなって思うから、私も早く頑張りたいです。積み重ねを。12期は楽しもしいメンバーが多い。本当ですか。ありがとうございます。12期生をよろしくお願いします。私も見守っていますので。最年長として。ジョイマンできる。ヒュイオーカモン。笑い芸人さんも結構見ますよ私。Aマッソさんとか。最近かまいたちさんとか見ます。ちゃんみなさんも好きですが、ちゃんみなさん好きですか。自分はちゃんさやさんに注目してます。そんなちゃんみなさんのなんか素敵なアーティストネームを真似させていただいてありがとうございます。スタッフ高村さやちゃんのサランラップをグッズに。サランラップ表紙に私がいるってことですかね。サランラップの箱に。どうなんだろう、なんか面白いですね。ゆうねさんを驚かす存在になってほしいかな。どうやったら驚かせますかね。ゆうねさんにわーってやったら驚いてくださるかな。ゆうねさんを驚かせましょう、みんなで。
君の瞳に感電中みたいな曲だね。あれ好きです。わかります。あのすごいなんかセクシーで、うん、研究生なのになんかあのなんていうかいい意味で貫禄というかあのなんていうか経験豊富な感じを感じてすごい好きです。私もあの15周年コンサートで見てて、あー素敵って思ってました。すごいですよね。出遅れてごめんじゃ、いやそんなことないですよ、そんなそんな、うん、でも来てくださったの嬉しいです。すごくジョイマンの全財産クロワッサン3500人突破、本当だ、ありがとうございます。たくさんいらっしゃってくださって、多分あのリアルタイムではないと思うんですけど、でも嬉しいです。はじめまして、はじめまして、こんばんは。サマステ、あ、サマステ出たことあるんですか？いいな、私も出たいです、サマステマジでハマりそう。嬉しいです、ありがとうございます。なんか、うん、ハマっていただけるようになんか頑張りたいですお笑い好きですよ、皆さんお笑い好きですか？12期生を家族に例えるとさややは、あ、さやや呼び早速ありがとうございます。祖母、母、父、末っ子、長女、ペット、うん、年齢的には一番年上、あの誕生日とかも考えると一番年上なので祖母じゃないですかね、うん、先祖じゃないですか先祖です、見守ってますみんなのこと、うん、トゥースしてください。トゥースって一本でしたっけ？一本ですよね、トゥースランジャタイさんがはちゃめちゃで好き。あ、ランジャタイさん分かります。名前出していいのかな、しくじり先生の回が面白かったです。12期生の長女さやちゃん、そうですね、年齢的には長女なので、はい、うん、すごい先祖みたいな気持ちでみんなはいつも見守ってます。あ、脅かす脅かすって読んじゃった、脅かすって、そっかそっか。キョッピーさんはヒップホップダンスやってた、そうなんですか、見てみたいです。いつか拝見できるかな、とりあえず後ろからわってしてみようできないですけど、そうですね、でもユネさんは多分それでも怒らないと思います。どうしたのとか言ってくれそうな気が。ユーネさんにラブレター渡して驚かそう、あ、すごい平和な驚かし方ですね。それくらいなら大丈夫かも受け取ってくださるかな、ラブレター。さえちゃんドッキリもいけるのかこんばんは、こんばんは。視力はあんまり良くないです、今もコンタクトつけてて、コンタクト。ユーネさんを驚かせたら福岡弁でキレられそう。福岡弁、博多弁ってどんな感じなんだろう、なんて言われるんだろうびっくりしたけんねとか博多弁わかんないなんて言われるんだろう、でも博多弁可愛いですよね、好きです。博多弁好きです。ナダル好きそうナダルさんってどんな感じでしたっけ、わかります、いい声の人ですよね神奈川でライブとかフェスとかできたらいいね。そうですね、今は愛知でライブするのもすごい楽しくて、愛知大好きなんですけど、でも自分の、うん、出身地とかでやらせていただいてもすごい嬉しいです。なんかやらせていただくのが嬉しいのもそうなんですけど、ファンの方とかあと SKE のスタッフさんとかメンバーさんとかが自分の地元に来てくださるのがなんか嬉しくて、うん、なんか地元を好きになってもらいいただきたいですし、うん、いつかできたら嬉しいです。参加させていただいたらさやや推しに決めました。本当ですか、ありがとうございます、嬉しい。中山きんに君好きです、パワーパワー、どっちなんだいあ、お笑いそんな好きじゃないですか、そっか、うん、そうか、まあでもそんな好き嫌いというか合う合わないありますもんね、そんなの関係ねえって知ってますか、もちろんです藤間よしおさんですよね、まさかの守護霊サマステはコールが大きすぎて何度も注意を受けた思い出、あ、じゃあ皆さんの愛が大きすぎましたね、そうなんだ、うーん、難しいですね、コールが大きいって全く悪いことだと思わないですが、でもそうですね、うん、もしそれで
あの指示が通らなくて危険な目に遭ってしまったり、うん、するかもしれないので、うん、でも皆さんは大きい声出したいですもんね。すごいわかります。テンションが上がると、だって推しが目の前にいたら大きい声になっちゃいますもんね。トゥースは左手、あ、ありがとうございます。左手間違えないようにします。ミトコンドリア、ミトカンとイヤ、生物ラップ難しい、え、すごい上手だと思います。私そんなの思いつかないですよありがとうございます。コメントにあること全部、あ、何々やってみたいって、好奇心が素晴らしい、ありがとうございます。そうなんですか。でも確かに好奇心は、うん、旺盛だと思います。何でもやってみたいです。なんか挑戦するのが好きなので。ジャルジャルさん好きです。私も好きです。あの不動産屋さんのコントが好きです。あの一人暮らしができたら何でもいいですっていう好きです、すごくこんばんは、こんばんは。今年も超世代コンサートやってほしい。9期から12期生出演。え、超世代コンサートっていうのがあるんですか。そうなんだ。え、私も出られるのかな、私たち12期生も。ご縁があったら、はい、出させていただきたいですけど、やってみたいです。篠原京香さんはヒップホップ聞くのも好きだよ。え、踊れるのに、踊れて聞くのも好きなんですね。そうなんだ。え、じゃあ私もヒップホップ勉強して篠原さんとお話できるようになりたいです。あ、キョッピーさんは篠原さん呼びは NG。 あ、ありがとうございます、教えてくださって。そうなんだ。なんとなく京香さんって急に呼んだら、なんか慣れ慣れしいかなって不安があったので。そうなんだ。でもご本人がそう言ってるならそうですもんね。京香さんって呼んでみたい。なんか京香さんって照れちゃう、なんか恋人同士みたいな京香さん緊張しちゃう。コンタクト度数対決しよう。場合は 7.0。 7.0 はそうですね、結構度数が強いですね。数字が少ない方が悪いんでしたっけ。ナンシオットットナンシトットって感じかな。可愛いじゃないですか。ゆねさん怒るところ想像できないですけど、怒っても絶対可愛いですよねゆねちゃんは食いしん坊なので、さえちゃんのラブレターも食べちゃいそう大丈夫かな。じゃ あの食べても大丈夫な素材で作れますなんか消化できる素材で食べないと思いますよあ、野外だから注意だったんですね。そっか。でも野外ライブはまあ仕方ないですね。あの近隣の方もいらっしゃるので、うん、騒げるときに騒ぎましょう。じゃあそれまであの元気をあの温存しましょう、皆さんで。倉島さんと荒野さん推しで、神奈川出身メンバーを推す傾向あるのですが、さややもですね。本当ですか、ありがとうございます。そんなそんな嬉しいです、うん、仲間に入れてくださって。サンドウィッチさんとかナイツさんが好きです。ああ、わかります、すごく、うん、サンドウィッチさんのあのサンドウィッチマンさんかサンドウィッチさんサンドウィッチマンさんのあのホテルのあのなんていうかホテルマンのコンサート、あれ好きです。あのコント、若手メインのコンサート。あ、そうなんですね。じゃあ若手メンバーさんがあのなんていうかレッスンの成果を発揮できるようなライブになってるんですね。そうなんだ。私もあの経験を積んだら出させていただきたいですね。超世代コンサートまたやるんでしょうか。7月4日生まれの人に悪い人はいないです。ワイモも含めて。あ、同じ誕生日ですか。嬉しいです、ありがとうございます。7月4日生まれ、フナッシーさんとかですかね。他だと誰かいらっしゃいますかね、7月4日生まれの方。うん、知識の幅広い。そうですか、割といろんなのが好きです。うんもしかしたら皆さんとも趣味が合うかも。京子さん、過去メゾン一国。あ、あの主人公の女性の方ですか、綺麗なそうなの。メゾン一国まだ見たことないんですけど、主人公京子さんって言うんですね。ゆうねさんにお手紙書くときはチョコペン。あ、じゃあチョコのプレートにチョコペンでゆうねさん大好きですって書きますそしたら食べられますもんねでもそんなゆうねさん何でもかんでも食べるわけじゃないと思います。サンドウィッチさんよく見るバラエティ番組。バラエティ番組、そうだな、あ、でも番組の名前って出したらいいんですかね。あ、じゃあ未完全 TV ですちょっと気を使いました一緒にホタテはいかがですか。ホタテ食べたことないんですよね。美味しいですか、ホタテ。
梨の日、そう梨の日です。フナッシーさん、なんかフナッシーさんもあの芸能界の先輩なので一応フナッシーさんです。アメリカ合衆国と誕生日が一緒、すごい、なんか壮大な日ですね、自由な日ですね。ハズレーザーさんが7月4日生まれ、あそうなんですね、すごい、皆さん詳しいですね。こんばんは、こんばんは、島本すみさんボイスのさやちゃん。皆さん大きな声で愛を送りましょう。本当ですか、ありがとうございます。ゆうねさんは11月23日が誕生日、あじゃああと1ヶ月ちょっとかな、一緒にお祝いしたいです。あこの間リーナさんも誕生日、あの生誕祭ライブやられてましたよね。お腹空いたのでカレーかっこ甘口食べながら見ます。いいじゃないですか、うん、カレー食べながらカレーのお供として、ありがとうございます。ホタテをポテトみたいに言うボケだよ、サンドイッチマンの、ああ知らなかったです、勉強しますね。でも教えてくださってありがとうございます。ホタテをポテトみたいに言うボケ、うん、勉強します、ちゃんと。レンコンさん、スジノの通った風紀で吹き出し呼び捨て、あ何でしたっけそれ。劇場とかでコールするならさやちゃんかさややどっちがいいですか。どっちでも全然嬉しいです。名前を呼んでいただけるなんてそれだけですごく嬉しいので、うん、呼びやすい方で全然、どっちがいいんだろう、そうですね、でも本当にどっちも嬉しいです。すいません、ちょっとあのちゃんとお答えできなくて、でも本当に選べないくらいどっちも嬉しくて。マリンさんから生誕のお手紙もらえたらいいね。いただけるんですか、そんなお手紙とか。そうなんだ、そんなでもまあお忙しい方なので、そんなあのなんていうか、私なんかあのそんなでもそうですね、もらえたら嬉しいです、額縁に飾ります。11期生は3人誕生日が同じ日、あ伺ってます。すごいですよね、運命ですね。ラッパーのポストマローンさんも7月4日生まれるし、そうなんだ、じゃあラップのご縁があるんですかね。2004年の7月4日は7041と7041日前で日曜日だったらしいですよ。すごい、なんか調べてくださってありがとうございます。なんかいい感じですね、7と4が入ってて。誕生日は来年の春です。そうなんですね、春生まれ、なんか素敵ですね。出会いと別れの季節で桜とか咲いてていいですね春、私春好きですよ。お弁当箱の歌です。コール的にはさえちゃんの方が言いやすい、あそうですか、じゃあさえちゃんで、まあでも全然あの呼びやすい方で、全然さややとさやちゃんどっちかじゃないといけないわけでもないので、もちろんあのなんていうか、特別な呼び名とかもし考えてくださるならそれもすごく嬉しいですし、呼びやすいので、はい、呼んでください。呼んで、あのもし恥ずかしかったら呼べなくても全然あの伝わってますので、リンクください。リンク、公演出られるようになったら統一した方がいいかもね。そうですね、確かに。でも呼んでくださるかな皆さん、どうなんだろう。こんばんは、こんばんは、 SKE のおさやと呼んでもいいですか。おさや、なんか江戸時代みたいですね。なんかあの大河ドラマに出てきそう、おさや。11期生は自己紹介のキャッチフレーズ作ってないけど、12期生は作る予定？そうですね、まだ作る予定はだんだんこれから作りましょうねみたいなお話は聞いてますけど、まだみんな作ってる子はいない気がします。考えてる子はいるかもしれないですね。はじめまして、はじめまして。リーナさんて生誕公演は末永桜花さんからの手紙ですか。ああそれはさぞ嬉しかったことでしょう。リーナさんは末永桜花さんが好きなんですかね。いや嬉しいですよね、きっと。ものすごく嬉しかったと思います。こんばんは。7月生まれあるあるとかありますか。7月生まれあるある、なんだろう、カニ座とか。カニ座とかですかね、7月生まれあるある。あの期末テストに誕生日が毎年重なる。高校と中学の時そうでした。期末テストがだいたい7月2日から5日まで、5日まであったんですけど、もうちょうど3日目の一番疲れてて、もう明日もテストがあってあーってなってる時に誕生日が来るので、ケーキとか食べるあのなんていうか余裕がなくて、いつも寂しい気持ちで誕生日を過ごしてました。
でもあのテスト中なのに誕生日おめでとうって覚えてくれる子とかいて、うん、嬉しかったです。なんかお菓子くれたりとか、みんな優しかったです、すごく。ただコールは どこかで一つに決めた方がいい。あ、じゃあこれから皆さんで一緒にコール決められたら嬉しいです。お茶の子おさやさやちゃんの誕生日はふなっしーですね。そうですね、梨の日で覚えてくださると覚えやすいかなと思います。7月4日です。サイリウムカラーはどうしますか？サイリウムカラーは決めさせていただいておりまして、あの青と紫と白です。はい、よかったらあのお見知りおきくださいありがとうございます。でも興味持ってくださって、サイリウムカラーは何かなって考えてくださったのすごい嬉しいです。くるみんさんはまやさんから、あ、皆さん自分の推しメンの先輩からいただいてるんですかね。いいなアメリカ人に盛大に祝ってもらえる嬉しいですね。それはあれは期末テストでしたね。あ、そうですよね、やっぱりかぶっちゃいますよね、期末テストと。カズレーザーさんもテストとぶつかって苦戦してた。すごいわかります、気持ち。わかります、誕生日にお勉強する気持ちねえ。4月10日生まれなんやけど、毎年始業式直後で誰からも祝われなかった記憶しかない。あ、そっか、確かにあの新しいクラスメイトの誕生日はなんか4月急には聞かないですもんね。だいたいみんな5月くらいにあの聞き出すじゃないですか。だからそうか、でも全然あのお祝いしましょう。きっとここにいる皆さんだったらお祝いしてくださるはずです。じゃあもう始業式の日に書いちゃいましょう、ここに4月10日ですみたいなはい、でもちょっと寂しいですよね。こんばんは、まあ、こんばんは、まあ、梨の日ですが、さやちゃんはありよりのありなので、ありありのありなので全力で応援しますありがとうございます。ありありのありですか。バレンタインは恋の期末テストあ、バレンタイン、そっか、確かにバレンタイン期末テスト重なってたかな。サイリウム1本増やさな、あ、もしかして2本しか持ってなかったですか。え、そんな、どうしよう。でもサイリウムもそんな安いものでもないですもんね。あの大変だったら全然無理しないで、あの気持ちだけですごく嬉しいので、なんか2色振ってくださったりとか、しても、まあでもそれだと他の先輩のカラーになっちゃうんですけど、でもすごいあの本当に気持ちで嬉しいので、はい、無理しないでください。多分3本持つの大変だと思いますし、最初のセンター祭は家族からの手紙、あ、センター祭って家族からの手紙とかいただけるんですかね。家族書いてくれるかな。上手から側から紫白青かな、色3色あればいいタイプかしら。あー、なんか順番は決まってないと思うんですけど、はい、でも見てくださったら全然覚えるので、そうですね、紫青白、そうですね、その3色だったらパッて目につくので全然順番は。さえちゃん、青紫白は水野愛理さん、青足す青木理香さん、白紫、おー、じゃあ先輩足す先輩で覚えてくださると嬉しいです。君の瞳に感電中みたいな感じ来年はさえちゃんにお誕生日祝ってもらえますように。え、祝いたいです、ぜひあのまたコメントで教えてください、今日誕生日ですよみたいな。絶対祝いたいです、皆さんの誕生日。青海さんの講演、あ、なんかあの送り出す会でしたっけ、されてましたよね。どうでしたか。特殊な訓練をしている人が多いから三本持ちも大丈夫。あ、それは頼もしいです皆さんさすが皆さんですね。センター祭の手紙はサプライズだから、あ、じゃあ今知らない方がよかったですね。あ、そっか、じゃあ家族が準備してくださってっても知らないってことか。じゃあどうなんだろう、ワクワクドキドキですね。ある先輩はリスナーのお誕生日をお祝いする代わりに終身契約をしてますよ。そんななんかあの黒魔術みたいなしてるんですね。そうなんだ、私はそう終身契約、おー、なるほど、頑張ってください、ありがとうございます。ちら、こんばんは、こんにちは。さえちゃんのお誕生日お祝いしたら私を祝ってください。あ、じゃあお祝いし合いましょうなんか素敵ですね、お誕生日お祝いし合える中って最高じゃないですか。いい送る会だったな。あ、じゃあたくさん思い出に焼き付けてきましたか、お疲れ様です。
私のポジションを奪いに来てって。どのチームに入りたいとかあるのかな。なんか前にそうですね、お話ししたんですけど、あんまりどこのチームになるかわからないからあんまり言わない方がいいかもしれないっていうふうに指摘させていただいたので、そうですね、はい。でも本当にどのチームも好きです。個性があって、きっとどのチームにいても先輩が優しくて楽しいんだろうなって思うので、すごく、そうですね、これからは研究生としてなんかどこが自分に合うのかなとか、たくさん3個のチーム全部を研究して、お勉強したいなって思ってます。知性が感じられるしゃべり、本当ですか？K2、確かに前回 K2 って言っちゃったんですけど、もう言わないでください。でも覚えてくださって嬉しいです。推しがいるって嬉しい。さやちゃんが SK になってくれて本当に良かった。本当ですか？もう私推しなんですか？嬉しいです、ありがとうございます。私も皆さんがいてくれて嬉しいです。そうですね、まだこれからアンダーとかやらせていただくのかな、なので、そういう経験もさせていただいて、多分、自分が行きたいっていうよりもどこが合うかっていうのが大事だと思うので、チームは希望性じゃない、そうですよね。なので、なんかどのチームにあっても楽しめるように頑張ります。アンダーにもたくさん出たいね。そうですね、ぜひご一緒させていただきたいです。先輩と一緒に踊りたいです。踊りたいです。ラジオ配信から注目してました、ありがとうございます。まず11期生と仲良くなりましょう。なんかでも結構お話ししてくださってて、はい、そうですね、なんか先輩と後輩なので仲良しっていう言い方はちょっとそぐわないかもしれないんですけど、すごくお世話になっていて、はい、なんていうか、すごく助けられています。いつも本当にたくさん教えてくださって優しいです。本当にここにいる人の何割かがさや推しですね。本当ですか？嬉しいです、ありがとうございます。画面で見ると160センチくらいありそうに見える。ないんですよね。153センチなんですけど、伸びたのかな、もしかしたら伸びてるかもしれないんですけど、大学の健康診断で4月に測った時は153センチのままでした。なんか小学生の時に伸びたんですけど、もう伸びないですね。K2 推しの俺歓喜、あ、じゃあもし K2 のアンダーとかやらせていただいたらご一緒したいです。もちろんS と E のアンダーとか、なんていうかお手伝いとかもさせていただきたいです。ダンスに苦手意識はないんだね。そうですね、ダンスは経験がないので得意ではまだ全然ないと思いますし、でも嫌いとかは全然ないです。すごくダンス好きで、もしかしたら不格好に見えるかもしれないんですけど、でも心はいつも楽しんでやってます。はい、これからもっともし上手になれたら、なんか皆さんにも楽しいのが伝わるダンスをできたらいいなって思います。固定コメント変えないの、変えましょう。確かに変えましょう。何にしようかな。あー、変えますね。さよなら固定コメント、大学1年生19歳ですわ、変えなくていいですね。12期研究生高村さやです。大学1年生19歳です。神奈川県出身。あと他に書いた方がいいことあるかな。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。ちょっと今配信中なのでこれくらいにしときますね。あとでもしかしたらゆっくり帰るかもしれない。はい、くるみさんとお話しさせていただきました。もうすんごく優しいです。とんでもなく優しいです。本当に女神だと思ってます私は。はい、本当に崇拝したいです。身長はいつから変わってない？でも小6くらいから変わってないと思います。多分小学6年生の時が
158とか、あ、148か149センチで、中学1年生で多分150センチになって、153センチがだんだんなんか3ミリくらいずつ伸びてた気がするんですけど、だから小学生くらいから変わってないですね。153センチとか好きです。本当ですか？ちょうどいいですか？嬉しいです。ありがとうございます。今日もさえちゃんが可愛くて幸せです。私も皆さんとお話できて幸せです。もうありがとうございます。本当にお披露目は会場で見てました。本当ですか？嬉しいです。なんか記念すべきお披露目を見てくださって。お披露目で泣いてた人の隣にいたよね。倉本花ちゃんですか？私隣の隣にいました。あの時は名前順だったので、倉本花ちゃん、鈴木さらちゃん、私でいました。さらちゃんがすごい花ちゃんの肩を、背中を支えてさすっていて、すごいしっかりしてますね。あの二人の絆はすごいなと思って、本当にそれを見守る私。お寿司好きだそうですが、ネタは何が好き？エビとか、キュウリとか、好きです。あ、卵も好きです。エントリーナンバーがずっと残ってるね。そうですね、大事な思い出だったんですけど、はい、消しちゃいました。今19番でした。オイラのイクちゃんさよなら。いやー、そんなことないです。まだここにいますよ。中身は変わってないので。全然研究生の意をはっきり言うところとか、姫田にそっくり。あ、新野さんもそうなんですか？嬉しいです。なんか似てるって嬉しいですね。まだ伸びてるのかな。どうなんでしょう。どうしますか？180センチとか言ったら、そしたらもうなんかバレーボールとか始めたいと思います。こんばんは。特に好きなバラエティあります？僕は格付けと逃走中が好きです。あ、私も格付けすごい好きです。なんか家族で見たりするのは楽しいですよね。南沢ココちゃんが固定コメントの変え方わからないと言ってたから教えてあげて。あ、わかりました。そうなんだ、ココちゃん。おっとりしてて可愛いですよね。わかりました。私もぜひお話しします。ちなみに南沢ココちゃんは南沢じゃなくて南沢なので、よかったら皆さん覚えて差し上げてください。私も知らなくて、2週間くらい経って南沢なのって言ったら南沢だよって言ってたから、皆さんもぜひ覚えてあげてください。靴下を発掘したのサラちゃんですか？そうです。12期生で一番お姉さんだと思います。サラちゃんですか？確かに面倒見がすごい良くてしっかりしてますよね。うどんは好きですか？大好きです。うどん、卵とかきゅうりとか子供感すごいな。でも美味しいと思いますよ。どうですか、卵ときゅうり、さっぱりしてて。生魚は苦手だったっけ？そうですね、苦手なんですけど、食わず嫌いなところもあって、これから挑戦したいです。縁側とか食べられたらかっこいいと思うので、縁側とか挑戦したいです。カッパ巻きって口の中がさっぱりしてていいよね。わかります、すごく。なんかイクラとか食べた後カッパ巻き食べるとさっぱりしたって思って。なるほど、卵のお寿司好きなんですね。あ、なんかアバターが卵のお寿司にしてくださったんですか今。もしかしてこれ見て決めてくださいました？ありがとうございます。俳句でプレバト目指そうよ。おお、プレバト、そうですね、出られたら嬉しいです。ちょっとお話ししたいことがあって、私某緑茶のラベルに端っこに載ったことがあって、俳句で賞をいただいた時に佳作大賞みたいな感じだったんですけど、はい、その時の審査員の先生にプレバドの有名な先生がいらっしゃって、なのでもしご縁があれば、本当にいつになるかわからないんですけど、そうですね、あの時もしかしたら私の俳句も目にしてくださったかもしれないですし、ご縁があったらすごく嬉しいですね。なんかありがとうございますっていうお礼も言いたいので、まあ、まだ早いですけど、全然もう10年とか20年とかいつでもいいので。酢うどんも十分美味しいよ。酢うどん美味しいですよね。わかります、すごく。具が入ってても美味しいけど、そのままも十分美味しいですよね。味噌カツ食べたことありますか？あります。ヒラメの縁側は甘い。そうなんだ。じゃあ私もヒラメの縁側今度食べてみます。絶対お寿司屋さん行ったら。ありがとうございます。
南沢ココちゃんのローマ字読みは南沢ですね。そうなんですよ、沢なんです、沢じゃなくて。ちょっとアバター買ってくるね。そんなそんないいんですよ、全然全然そんな自分の好きなアバターで全然いいんですよ。好きなキャラクターはいますか？キャラクターですか？なんだろう、なっちゃん先生。そう、なっちゃん先生です。キャラクター、なつき先生。キャラクターがなつき先生じゃなくて、キャラクターか。難しいな。考えときます、ありがとうございます。でもあれってラベルに載るのですか？なんか最優秀賞とかだと多分ちゃんと長いのに載るんですけど、私はちょっと佳作大賞なので、でもまあそれでも頑張ったんですけど、なのでちっちゃい方のやつに多分5校くらい載ってて、そのうちの1つみたいな感じですね。多分私の俳句が載ってるあの商品見つけるのすごい大変だと思うんですけど、今年はサンマ食べましたか？まだ食べてないです。サンマもう旬ですか？食べてみたいです。さやちゃんももしかしたらダガムラサヤだったかもしれないダガムラサヤ大須のきなこ団子めっちゃ美味しいから食べてみてね。大須きなこ団子で出てくるよ。ありがとうございます。きなこ団子美味しそうです。きなこ餅好きなので食べてみたいです。文系の才能もあるんだね。そうですか。でも本当に才能というか、たまたまご縁があって選んでいただけたのが嬉しいんですけど、そうですね、もし開花できたら嬉しいです。まだまだお勉強頑張ります。サンマ食べました。美味しかったですか？私も食べたいです。私は市の標語で賞をもらった。じゃあ市の標語になったってことですか？すごいですね、有名人ですね。すごいな。俳句を読むんですね。そう、俳句も読みますよ。自由律俳句ですけど、あんまり季語とかは入れなくて、季語考えたことなくてなんか自由にポンポンポンって作っちゃいます。俳句、さえちゃんグッズ俳句欲しいな。私ももしグッズ作っていただけたら、手に取っていただけたらすごく嬉しいです。でも自分のグッズちょっと恥ずかしいですね照れちゃいます。なんかでも嬉しいです、すごく。なんか家族とかに配りたいですし、皆さんにも、お手元にあれば嬉しいですし、早くなんかあれば嬉しいですね。 SKE 学力テストでいい順位出しそうやな。 SKE って学力テストみたいなそういう企画をやるんですか？未完全 TV ですかね、もしかして。どうなんだろう、次やるときになんか参加させていただけるのかな。やらせていただいたらすごい嬉しいです。なんで文系の才能あるのに漢字は感じそうですね、苦手ですね、ちょっと。でも確かに本とかもっと読んで漢字の勉強もしたいです。ちゃんと漢字読めたらかっこいいですもんね。今はスマホがすごいみんな持ってるから、漢字がパッて書けなくても調べることは簡単だけど、でもなんか手紙とかなんていうか直筆で書くこともあると思うので、そういう時に素敵な言葉遣いとか、なんかみんなが普通知らないような漢字とかをパッて書けたらすごいかっこいいですもんね。私もそうなりたいです。湖に月のうさぎが落っこちた。そう、湖に月のうさぎが落っこちたっていう俳句です。偶然なんですけど、セーラームーンの主人公の月のうさぎちゃんの名前が入ってるっていう。自分はクラスの虫歯予防の標語が最高記録。すごいじゃないですか、虫歯予防。すごい、みんなの健康を守ってたんですね尊敬する俳人は、難しいな。じゃああの人で、川の水の人、井戸の水か、あの人なんて言うんだっけ、ちゃってついてる人。ちょっと俳句の方はあんまり詳しくなくて。うさぎが落っこちた、アクスタとかうちわとかいいよね。いやー、もう自分がグッズになるなんて全然想像ができないですけど、すごいな。なんか不思議な感じですね、すごく。さえちゃんやっと車降りれたわ。お疲れ様です。なんか安全に降車できたようでよかったです鉄名公園の2分半映像です。そうなんですね。そっか、じゃあもし機会があればお話じゃない、参加させていただいたら嬉しいです。さやちゃんさややにするからね。さやや呼びしてくださいますか。ありがとうございます。
学力テストはだいぶ前、あ、じゃあまた比較やるとしたらもっと何年後とかになっちゃうんですかね。うん、じゃあその時にまたご縁があれば嬉しいです。加藤茶、小林一茶、あ、そう、小林、あ、松尾芭蕉さんですかね。そう、松尾芭蕉さんです。井戸の水の人って誰やねん。あの人ね、買わず飛び込む水の音みたいな。一茶、一茶なんですか、一茶じゃなくて。そうなんだ、全然知らなかったです。本当に私漢字苦手ですね。困った困った。月に水うさぎが落ちた、めちゃめちゃ素敵な表現や。本当ですか、ありがとうございます。そんなそんな言っていただけて嬉しいです。入選した俳句を読んでもらえないでしょ。湖に月のうさぎが落っこちたっていう俳句です。はじめまして。本当にはじめましてですか。本当ですか。僕がお手紙書くときは絶対横に国語辞典置いてる。でも国語辞典読みながらでもお手紙書いてくださるのすごい愛を感じます。すごくきっとその気持ち絶対伝わってると思いますし、自分だったらすごく嬉しいです。そんな丁寧に書いてくださるの。さやティアン、今日もかわいい12期生、あ、俳句ですか、もしかして自由律俳句ですね。季語が全くない。私と同じ自由律俳句ですね。ダパンプもイッサ、あ、ダパンプのボーカルの方イッサさんって言いますよね。小林イッサで合ってるよ。あ、よかったです、ありがとうございます。これはインモ。どこの湖を連想すればいいですか。どこにしようかな。お好きな湖で。一番近い湖で大丈夫です。そろそろ2時間ですね。もう本当に時間が経つのがあっという間すぎてすいません、もうペラペラと。じゃあそろそろご飯を食べたいので、皆さんもご飯食べる方とかいると思うので、まだ5分くらいの間隔、私もです。3時間行きますか。いや今日はちょっとお腹が空いてしまったので。喉強いね、ありがとうございます。そうですか、もぐもぐ配信ですか。いや、配信を切って一人でもぐもぐします。お疲れ様、こちらこそお疲れ様です。ご飯大事だからね。今日は餃子食べた。あ、皆さんもご飯食べながら見てます。なんか食べながらと見てくださった方もいらっしゃると思うんですが、まだ来て食べてない方は、はい、なんか美味しいものを食べてください。今来たとこ、残念です。そんな、でも最後に、はい、コメント読めてよかった。また絶対やるので来てくださると嬉しいです。はい、メールも送りますね。配信ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。さえちゃんよく噛みそう。いや、皆さんたくさん来てくださってありがとうございます。そうですね、また配信やらさせていただくので、その時ももしご縁がありましたよろしくお願いいたします。はい、最後になんか言おうかな。今日もお疲れ様です。一日お疲れ様です。はい、土曜日、せっかくの土曜日なので明日も休みという方も少なくないと思いますので、いい休日にしてください。はい、素敵な休日になりますように、お祈りしてます。皆さんありがとうございます。本当に付き合っていただいて失礼します。バイバイ、おやすみなさい。